スタジオにお迎えしたゲストの方をご紹介しましょう。ルポライターの竹中ローさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう竹中さん、もう玉、圧倒的支持とこういう。圧倒的支持ということよりも仲間になってしまって仲間になってしまってライブの公演にすっかり取り込まれてしまった何ですか玉の一口に言いますとね、乱中っていうと初めて聞いた時、もう美空ひばりからですね、ビートルズから沖縄の島唄みたいに、あるいは東北の民謡みたいにね、そう今まで自分が触れてきた音楽が全部その乱中の歌詞のように穴を掘ったら悲しい水になって湧き上がってくるみたいな、なんかこう寒気がするとか、そういうあれじゃなく、もっと温かいね、でこれもちょっと付き合ってみようって気になったわけです。高中さんご自身の音楽の歴史がすごいですね。自分史がですね、その音楽的な自分史が蘇ってくるっていう、はい、今その業界の方たち の, こう話を伺ってみると、そういうアコースティックなものが今求められている、あるいはそういうなんかこう夏に向かってとかね、でそういう中でなんかこう非常に増えてるんだけども、僕は玉というのは竹中さんちょっと違う構想、それだけで論じられるもんじゃないですね。どんな言い方でもできるわけですよ。例えばまあちょっと気の利いた言い方をする人はいるでしょう、シニカルな人はね。これはちょうどあの粗大ごみの中から生まれてきた音楽だ、みんなが使い捨ててきたね、この文明の中の飽食の文明の中で粗大ごみ、スペリオパイプ、粗大ごみから出てきた音楽だみたいなことを言う人もいるでしょう。だいたいロックそのものがみんな楽器が変えるようになったし、昔テケテケって言ってた頃のエレキの頃にはね、野原でやらないと怒られて、うちの中でとてもできないと、練習は楽器も高いと手に入らないと。で今はもう楽器が手に入る、もう親ももうしょうがないやってんで金出してやるみたいなことで、本当にむちゃくちゃにいいバンドが増えてしまった。でその中で使い捨てられていくもの、文明が排泄していくものね、本当に非常に貴重なものまで一緒に排泄しちゃうわけですね、うんうん、大きなビルが建ち、どうしたこうしたと言いながら、ハイテクだって言いながら使い捨てられていくものの中から、こうこの楽しげなお化けたちが出てくる。泥沼からハスの花が咲いたみたいな。いえ、ハスの花ことじゃないでもありますけどね、ほうほう劇場、ほうれん劇場なんてのあるから。ただまあそういったアコースティックな音、はい、さっきその音楽業界の方たちが音楽って言われて音音って言ってましたよね、はい、で僕は音楽と音とは、ね、別なものだと思うのに、どうもその音ということに関心がいってる音楽界というものがあるんだろうと思うんです。そうですね。で今の玉のもう本当に言葉が外して、うんね、外してるような感じだけども、ものすごいメッセージ性、はい、バンバン来ますね。で大変なことを歌ってますね。あれはどこから来てるんですか。いや私ね、彼らに聞いてみたんですよ。どんなものを読んでるのって。で帰ってくるのはこちらが予期していた、あ、そやっぱりそうだったんだなっていうのは帰ってきました、うん、まず作太郎ですね。萩原作太郎、オルガンっていう彼らの、僕が死んだ日おじいさんは2階の屋根で古いオルガンを弾いてくれたんだよって始まる、まあ、名曲です。このオルガンっていうのはね、それなんか作太郎の黒い手風琴の世界と全く同じですね。使う言葉は違っていても、うん、その言葉を大切にする、その大切にするっていうことは分かるように作るんじゃなく、跳ねちゃってね、分かる人は分かってくれと、分かんない人はそのままで結構って言ったような、そういう羽はありますけれども、そういう言葉 の, すごさね、力ですね。どんぶらこ、これはすごい歌です。飽食の時代の三途の川みたいな歌ですけどね、その川の中をそのミルクでお腹をいっぱいにした子供が流れていく、赤ん坊が流れていくという歌なんですよ。でこれも絶対に夢の旧作だ。だから彼らのその詩というのをずっと、ねこう読んでみると、あるいは聞いてみると、非常にやはりその高度成長が終わった後のオイルショック以降に出てきた世代だなって気がするんですよ、はい、そのもう頭のねすれすれまで天井が下がってきて、どっかに隙間があって、外の情報はメディアからしか入ってこない、だけれどもそこからなんか世界を本当に見てる、実際に行ってるわけじゃないんですね。キザンに言うとですね、アルチュール・ランボーの換気口、換気口から世界が見えるんです。それは嘘のプラネタリウムかもしれない、あるいは銀河かもしれない、そういう今自分たちが生活している現実、その自身が嘘なんじゃないだろうか、空想でイメージで描く世界の方が真実なんじゃないだろうかって、まず基本的なコンセプトがありますよね、その彼らの歌には。それから今夢の旧作の話をしましたけども、一晩でドグラマグラを読んでしまうとかね。でさらに、まあ柳原君なんかはもう萩豊なんですよ、発想が。今資料を一生懸命彼読んでる、アコーディオンの方、そうですそうですそうです、
ですからそういうことがね分かっていただけると、あのいろんな歌がね、あというね、それだからひばり好きなのはだ何、ビートルズの初期60年から62年のあの音の組み立て方、ひばりの子供の頃というような答えが返ってくるんですから、インタビュー15時間やりましたけども、今日はそろそろ高田さん時間なんですね。あ、でももっとうんと喋りたいんです。申し訳ないですが、なんか今日の世紀末の吟遊詩人じゃないかなと、うん、そうですね、吟遊詩人としてはビートルズより上かもしれません。世界に出ていくかもしれない。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。